values and a lot of education. I'm so happy and so proud because now I already made it into the future.
so many countries that are supportive, and they are also proud of my achievement, of our achievement. And the mission that I want to have for my year ahead is, now I am being a Miss International, and I have to work through with Miss International organization. It means like I have been platform to reach more people in the world. I can speak to them, even just with my social media. I can speak the positive values, and I can spread all the positive pieces that I learned from today. Like here in Japan, I have so many good experiences that I can tell to everyone in the world. So it's kind of the way that I can I have an impact from this international organization to reach more people and give the message to them. ミスインターナショナルの皆さんに大きな拍手を送りください。ミスの皆様、ありがとうございました。
いろいろな活動をさせていただく中で、やっぱりこうミス・インターナショナルっていうのは外見だけでなくて内面の美しさもこう見られているからこそ、いろんな活動をさせていただけてるんだなっていうことをすごく実感しておりまして、今は本当にこれから1年間自分自身の外見だけでなくて内面も磨いていかなければならないなっていうふうにちょっと気が引き締まっているような、そんな感じです。あとは、まあ、国のイベントに参加したりだとか、たくさんの活動をしながら世界のステージに立つためにいろんなトレーニングを受けていくといった感じなんですが、で今年のミスインターナショナル世界5位に輝いた筒井夏希ちゃんもにもいろいろお話を聞きたいなと思うので、ここで改めて、彼女をお呼びしたいと思います。働く
ンツは落ち込むハイベストタイプで全体として7位まで立つ落ち着いた杉本さんのイメージにぴったりのイベントとなっています。わー、素敵なお日、ありがとうございました。高橋さん、辻さん、はい、今日の予想いかがですか。あの、私、杉本さん、今日会った瞬間にわあの、いつも素敵なんですけれども100倍ぐらいより素敵なってると思いまして、あの、今日のお洋服よくよく聞いたらデストレーションまるで有楽町店からご提供いただいたものということで、あの、やはりこのファッションがこの個人の魅力をより引き出すこのツールになって、それって本当に素晴らしいことだなと思いました。いろんな女性の方とお会いしますけど、
からどう思われるかもしれないとか、一応これが流行りだからついていくために着てこなきゃいけないだとか、なんとなく着てみたとか、家に朝から着てみたとか、だからもっともっと自分自身のなりたい姿っていうのを明確にして、かっこいいのが好きだったらちょっと V ネックのシャツを着てみるだとか、ね、赤が好きだったら赤い服を着てみるだとか、ちょっとミニスカ履いてみたいなと思う気持ちがあればちょっと挑戦してみるだとか、そういった自分のなりたい姿に常日頃こう向き合って挑戦をしていく心っていうのはすごく大事だなと感じていますね。ついつい躊躇しちゃいますけど、思い切ってチャレンジしてみちゃう。思い切りが大事です。そうですね、好きなものを着る、もちろん DP を考えた上でですけれども、オフィスカジュアルってすごく難しいじゃないですか。あの本当に着たい服は着たいですけど、さすがに私はあの赤いワンピースでボディコンみたいな格好でオフィスに登場したら皆さんにびっくりされてしまうっていうのも、この格好で行ったら大変ですね。何が起こるのかと思われると思うんですけども、先ほどの岡永谷さんからあのお洋服をアフタータイムでチェンジする、これすごくいいと思うんですよね。オフィスではあの上品で皆さんもお召しになられてるようなこうオフィスにぴったりのお洋服、そしてアフタータイムでは違う人なのかなっていうぐらいちょっと大胆でセクシーで、そしてエレガンスな、そういうちょっと夜の自分を演出するのもすごく素敵なんじゃないかなというふうに思います。やっぱりそのためには衣装を持っていてとかいろいろ考えちゃいますけど、それでもそれで楽しくなれるなら。そうですね、あとポイントとしては本当にアクセサリーだけ付け替えるっていうのも覚えるではありかなと思います。このアクセサリーちっちゃいじゃないですか、荷物にならないので、お店にいるときはこう、ね、一粒ダイヤのポチッとしたものかもしかつけないでもありますし、まあ、仕事によって、でも仕事が終わったらさあこれをつけようって口紅の色を変えてみるとか、なんかそのポイントだけで荷物にならずに自分なりのおしゃれで楽しむことができるかと思います。取り入れやすいですね。取り入れきそうな感じがします。そして内面の美しさも部分なんですが、内面の魅力に入っていくために努力しているんですか。そうですね、あの私は日本大会に向けてたくさんセミナーを受けたんですけども、その中でこう内面の美しさをきちんと磨くっていう講座がとてもたくさんありまして、その中で一番私が重要だなって思ったのが、こう自分の中でこう自分の一本の芯を持つことっていうことがすごく重要だなと思っていまして、そういった芯がある女性ってやっぱりこう周りから見ても素敵だなって思うことが多いと思うんですね。なのでそういった自分の芯をしっかりと持って、その上でこうたくさんの方々と一人一人とこう心をちゃんと通わせながら接することっていうのはすごく大切だなと思っているので、それを心がけてました。芯ってなかなか難しいですよね。触れてしまったりとかするんですが、そこをしっかりと保って、はい、ということです。ちょっと最後ですか。そうですね、私は一言感謝ですね。こうしてここに立っていられるのも、世界大会でこのような賞をいただいたのも、私一人の力でも絶対に並立たなかったことでして、実際に私が働いているこちらの丸の内の会社、こちらの会社が全面バックアップしてくださって、あの本当に世界大会にも何十人という応援団が来てくださったんですね。もう本当にそういうこと一つと言いましても、こうしてあの平和にこのイベントが開催できることに関しても、日本が平和だという証拠ですので、そういうところに対して心から感謝しております。そしてその感謝を皆さんに口で行動で伝えていきたいなというのが思っています。その感謝の気持ちが伝わって、やっぱり皆さんが応援したくなるんでしょうね。ありがとうございます。私はそうですね、結構この2人にもメンタルワークみたいなものをやっていたんですけど、自分自身の幸せと相手の幸せを両立させるっていうことですかね。やっぱり特に女の人ってこう人に尽くす欲が多いというか母性があるので、自分は犠牲にしても相手を幸せにと思って頑張ってしまいがちなところってあると思うんですよね。でもやっぱり自分の心というのがハッピーに満たされていないと、相手に対して相手を幸せにするっていうことはできないと思うので、例えばファッションにしてもどういうものを身につけたら自分が幸せになって、自分自身がどうありたいかなとか、自分の心問いかけて、自分の好きなことをまず自分がする、でプラスアルファそれをすることによって相手に何が提供できるかだとか、例えば仕事にする